はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。今日はね、年始めのね、動画の方でもちょっと喋らさせていただいたんですけれども、なんとですね、釧路で、模型が展示会、はい、こちらの方がですね、3年ぶりに復活いたします。日付は1月の29日、30日の2日間でね、今回はね、釧路模型展示会主催という形でね、今までは2019年まで、図書館の方でやらせていただいてたんですが、今回はですね、釧路未来の雫さんというね、イベントがありまして、そちらの一角で私たちがね、模型の展示をさせていただくことになりました。私たちがというかね、皆さんの作品もね、飾るんですけれども、でね、やっぱりね、もう実行委員会自身もね、すごいもうやりたくてやりたくてっていうところだったのが、まあコロナの影響でね、ずっと2年間中止という発表をね、してきた中で、はい、今回はね、お声掛けいただいて、今までの図書館よりも広いスペース、多い宅数でね、かなりこう、まあ密を避けた状態での展示ができるんじゃないかということで、まあ今回協力させていただいて、私たちがね、その一ブースを、任されることになったんですけれども、まあやっぱり楽しみですよね。もう自分たちもすごい楽しみだし、あとやっぱりそのウェブとかで作品見るのと現物見るのって違うじゃないですか。皆さんがこうね、作ってきたものをね、その場で見れると思うと、もう今からね、もうドキドキワクワクでございますよ。はい。でね、まあそのね、さっきもちょっとお話言いましたけど、その今回は釧路の国際交流センターという場所でやるんですけれども、かなり広い場所です。でそこのところで、未来の雫釧路さんというね、今回これね、サブカルイベント、総合的なサブカルイベントがそこでやってて、その一角で模型展示会をやりますよっていう形ですね。で本体の方もね、もうすごい楽しみですよ。ちょうどね、この翌週に釧路冬祭りっていうね、札幌でいう雪祭りみたいな感じだ、ああいうのがね、釧路で行われるんですけれども、それのね、ちょうど1週前だから、そこからいろんなイベントがスタートしてって、その釧路冬祭りに向かうよっていうところのね、皮切りのイベントになるんですが、この国際交流センターでやってる未来の雫っていうイベントではですね、まずですね、声優さんとか、今話題のね、プラオレの声優さん、まあ、釧路関係ありますので、ね、そちらの方がステージイベント来ていただいたりとか、サトシの声優をやってらっしゃる、松本さんっていう方のトークライブがあったりとか、はい、あとサブカルイベントですからね、イラストの、釧路在住のイラストレーターの、展示であったり、あとコスプレイヤーさんたちもね、いっぱいいらっしゃるし、あとコスプレのイヤーさん向けの撮影ブースの開放であったりとか、あとコスプレ体験もできますね。そういうようなもうね、なんかあと地元アーティストのステージイベントがあったりとか、はい、で確かね、外にはね、地元の屋台とかも結構出るらしいし、グランピングできるところがあったりとか、あとスケートリンクがね、その時に作られたりとか、かなり楽しめる状態になるんじゃないかなというふうに思ってます。まあその中でね、模型展示ですよ。はい、でまあ模型展示はね、確かにサブカルイベントですけど、アニメとかに限ったものではなくて、もうこのね、創作でいろいろ作るっていうこと自体が、サブカルチャーのっていうところにね、模型プラモデルが分類されるかなと思いまして、全ジャンル、オールジャンル OK でございます。はい、で今ね、こちらの方のね、参加の受付は釧路模型展示会で検索していただけると、ホームページ出てきますので、そちらの方でですね、1月の21日金曜日まで受け付けております。ね、空き状況によっては当日受付も行う予定ではあるんですけれども、間違いなく俺の作品を飾りたいんだって人は1月21日までにホームページ上より申し込んでいただければ助かります。皆さん、プー熊谷さんのチャンネルって見てらっしゃいますね。見てない方いたらぜひチャンネル登録してください。そちらの方でですね、コスプラといって、コスプレイヤーさんの女性の方とですね、プーさんが一緒に、はい、志保さんっていうんですけど、志保さんっていう女性の方が、まあ、プーさんのお弟子さんみたいなんですよね。一緒にね、こう模型を作るっていうコーナーがありまして、そのね、志保さんが関連しているコスプレのイベントでもあるので、なんとですね、師匠さんのところにプーさんがいらっしゃって、でプーさんがですね、このトークイベントをやられると、ステージで
はい、もうね聞きたいですよね。しかもですね、横で模型展示会やってるわけですから、プーさんの作品はこの釧路模型展示会の卓にプーさんの作品も並びますので、ぜひ見たいという方はね来ていただければ。あの道東の方にいるね、なんだ、例えば雑誌の表紙とかになってやっちさんとかももう出る予定はしてますし、うんうん、あとね、まあこの辺ちょっとね、あの道内で結構な盛り上がりを見せてる久村さんっていう方のね FVK とかも結構出てきますし、はい、あの本当にね面白い作品たくさん出ると思います。僕自身はね、まあ、あの YouTube で今まで制作したものとかをね多少持っていこうかなというふうには思っていますけれども、はい、まあ混雑状況によってはちょっと僕のは下げちゃうかもしれないけど、はい、ぜひ会場にね足を運んでいただければと思います。ね、もう一度日付の方、令和4年1月の29日と30日、29日は12時から19時、30日は10時から16時の間でやっておりますので、来ていただければと思います。あのね入り口の方でね、なんだ今コロナ対策のね、あれで名前書いて、それで体温測ってっていうのがあるんですけど、まあ、その記入の部分とかね先に未来のしずくさんの方の、ホームページの方から先に名前だけ登録したりとかもできますので、入場のね、そうするとさらっと入れますから、はい、ぜひそちらの方も活用いただいて、では当日私もねちょっとね多分ね店舗を離れる時間がちょっと当日は長いかな、20、30は店舗にいないことが多いかな、現地に私できるだけいるようにしますので、皆さんのお越しをお待ちしております。